本日2024年6月18日、15時10分。ホームページは YK スケの履歴ですね。32、災害対策、河川の氾濫。まあ、1番からでも32番の方を直接アクセスしていただいてもいいと思うんですけども、まあ、こちらの方の画面にですね、兵庫県の地震一覧表、こういったものを記載しましたので、まあ、これ、国の行政が発表しているものなんですけども、まあ、この赤い点のところが、まあ、地震が発生している地点なんですね。まあ、その辺のところで、どういったところで、地震が発生してるかっていうところで、まあ、これだとね、C なのか空なのか、これ区別ちょっとつきにくいじゃないですか。まあ、明石海峡は確か垂水区でしたので、ちょっとね、この辺の区分けのところが C なのかどうなのか、ちょっと分かりづらくなってるんですけども、もうちょっと大きい地図で、表記しますね。これが、兵庫県の地図で、まあ、こちらが、まあ、一応、明石海峡のところは明石市かもしれないですね。ちょっと待ってくださいね。64番開きますね。まあ、結論から言うと、地震が発生している、箇所が、やっぱり、神戸市の方ですね。明石海峡、垂水区ですね。垂水。まあ、話戻しますけども、だから、まあ、この辺りのところとかは、多分、加古川近辺でしょうね。明石でしょう。明石がこの辺りから加古川で高砂で、隣が姫路市で、まあここは県境、岡山県なので、ここは岡山県の県境だとしたら、まあやっぱりこの辺りがまあ加古川になってくると。だからこの辺りもだいぶ水抜けてるのは確認してますんで、ちょっとね、あと、この辺りに関しても、向こう側で、向こう側の上流が、ちょっと待ってくださいね。こういう風になっていって、アイノからこう上上がっていって、まあ、笹山の方までが、まあ、向こう側の上流なんですけど、まあ、向こうはこう流れてきてると。で、神戸ではないんですよ、向こう側は。59番で表記すると、いや、60番の尼崎の欄のところですね。向こう側自体は、向こう側はね、ちょうど境目になってるんで、まあ、向こう側の取り合いなんかしてだって、笑われるだけなんで、まあ、西宮市と尼崎市のちょうど間、まあ、下流のところはちょうど間になってくると。まあ、上流のと、だからまあ、尼崎より右手の方に、東の方へ行くと、大阪府なんですね。だからまあ、この辺りで、まあ、もう大体、もう皆さん、ご理解していただけると思いますけども、まあ、河川の底から水が抜けていって、地震が発生してる。で、阪神淡路大震災の、まあ、港川もまあ、この辺なんですけども、僕は子供の頃、その港川、今の名称は新港川っていう名前になってますけども、港川の河川に、こう、降りていって、まあ、遊んでた、小学生時代があって、それが、1980年代であって、河川の底のコンクリートが、ごぼっと抜けてる場所があったと。で、まあ、横幅と縦幅が、深さじゃなくて、横幅と縦幅が、横はまあ1メートルぐらい、縦幅がまあ2メートルぐらいで、深さが、1、2メートルは、ごぼっと抜けてると。で、そこから、全体的に、まあ、港川の位置がだいたい、
この辺りなんですけども、まあ、そこから全体的に浸透していた。だから地震がその発生した地点に関して、最初、阪神・淡路大震災、この辺りで震源地になってましたけども、違います。それだったら、垂水がもっと被害とか、明石市とかはすごい被害出てるはずなので、違います。神戸市の兵庫区か中央区か、その辺りです。で、港川の、位置に関しては、ちょっと待ってくださいね。テレビのニュースの放送も僕からの証言で、国会通して、変わってますから、本当は。震源地。情報は、よくわからないまま、先に最初放送したりするから、どうしても後から情報が変わってきたりする部分があります。ここはね、新港川という川で、まあ、港川駅の近くなんですけども、まあ、この辺りの河川ですね。こちらの天皇、上の方がね、天皇ダムっていう、まあ、ここ、まあ、あまり水は貯水されてないんですけども、まあ、ここにこう合流する、形になってるんですけども、その辺りの河川で、まあ、平野があって、まあ、この辺りですね。この辺りのところの橋のところで、の下の辺りですね。その辺りで、そういう箇所があったと。で、だからまあ、日本中、どこの河川のところもそうなってるはずですから、例えばこの辺だったら、まあ、和歌山かな。そうですね。和歌山の方ですね。だから、この辺りだと、ちょっと待ってください。87、86を見てみた方が。87からで行くと、やっぱり河川、流れてますね。で、85で、ちょっと待ってくださいね。86。まあ、先ほどの、まあまあ、河川がこう流れていて、まあ、こちらもそうですけど、河川。なんとなくこう、水の向きとかでも、皆さんわかると思うんですよ。この辺りの出っ張ってるところが、まあ、この辺りだと思うんですね。な、珠洲市、能登半島の珠洲市に関しても、地震の発生した場所を、見てみると、ちょっと待ってくださいね。な、河川の底をコンクリート化するだけで、だいぶ地震の発生数も減らせるはずなんですよ。あとはまあ、資源の採掘っていうところも大きな問題なんですけども、能登半島。で、珠洲市でしょう。で、まあ、これちょっとね、拡大地図がないんですけども、まあ、ここに河川がこう流れ込んできている、この辺りもそう、この辺りもそう、で、被害が大きかったのが、まあ、輪島市と、珠洲市であると。っていうことは、各河川の、水よりも、海抜よりももっと底の方のところで、空洞化が広がっていて、この辺りで一斉崩落が始まって、他でも一斉崩落が始まったと。そうすることによって、空洞のところに横の地層がこう中に入り込んでくることによって、この辺りの周りの海岸が上がってきたと。こういうことになるんですよ。で、あと、他の可能性があるとしたら、石油の採掘類ですね。秋田県から採掘してるから、昔から新潟県で震度6以上の地震は、今からで言ったらもう60年ぐらい前ですかね。50年ぐらい前かな。まあ、大きな地震があって、東日本大震災よりも数年前にも新潟で大きな地震が発生しているんですよ。震度6が。だからそれは秋田県の石油の採掘なのか、もうこの辺りで採掘、まあメタンハイドレートとかもそうなんでしょうけども、何か採掘していてそうなっているのか、
で、まあ、このテレビのニュースがね、昔からその、さも最近かのように放送したりしてますけども、メタンハイドレートのその鳥取県沖に関して、まあこれ、まあ正直な本音なんですけども、本当にここ最近掘り始めたのか、それとももっと昔から掘ってるのか、まあ島根県とか鳥取県の沖のあたりですね。まあ、そこの方で層が、つながってるでしょうから、まあ、島根県も鳥取県も、隣接してるところでしょうから、だからまあ、その両面ですよね。だから、ガソリン車の販売、生産停止にして、ガソリン車の生産を停止にして、で、販売に関しても仕事でどうしても必要な人だけにしておいて、通勤場所とかを見たときに。そうじゃなかったら、ずっと車で走り回られるでしょう。で、まあ資源の残存問題がありますから、あと地震の発生する元になってる可能性がある。あとはまあ河川の底をしっかりとコンクリート化する、まあ、こう河川がこうね、こう流れてきてるところを考えたら、もうどこが空洞化するかなんか、大体わかるじゃないですか。海抜があったとしても、その底に重力っていうものはずっと引きつけられているのであって、もう一度そこにこう水が抜け始めたら、ずっとそこにね、下がずっと抜けていってしまうっていう状態で、だから日本中の全ての河川をコンクリート化しなければならないっていうことになります。まあ、先ほどの内容で見ると、まあ、このあたり、まあ、それを、そのあたりだと、稲川あたりになるんじゃないかなと思うんですけどね。これちょっとまあ川西市っていうところなんですけども、河川がこう、稲川っていうものがありまして、もう隣大阪府。で、ここがその境目だと思うんですけども、その上が42番、42ページ。まあ、上にまあ、こういうふうなダムがありまして、で、まあ、途中から、まあ、ここは兵庫県、こちらが大阪府で、こちらが京都府なんですけども、これ上流まで行くと、大阪府が、まあ、ここからここまでになっていて、まあ、京都府、兵庫で、まあ、さらに北の方、32まで行くと、まあ、こういう、京都府の方の河川ですね。これは桂川の上流なんですよ。まあ、淀川の上流ですね。淀川の上流のまあメインになっているようなところといっても、まあ、差し支えがない。まあ、大きな河川が3つほど合流しているのが、まあ、淀川なんですけども、まあ、ここまで来ると兵庫県と京都府の境目なんですね。まあ、この辺りで行くと、兵庫県の横は篠山市なんですよ。だから、地図で、この地図で見ると、だいぶまあ、だからまあ、表記はいい。だいぶね、C 単位で、ここの点線入れといてくれたらいいんですけども、これ多分、篠山市なんじゃないかなとは思うんですよ。な、篠山市だとすると、と、まあ、こちらの河川ですね。最終的に向こう側にこれ合流するんですけども、まあ、この笹山川、まあ、どんな川かと、まあ、先ほどのページは右手の方のところなんですけども、まあ、この河川もね、この笹山口から降りて、まあ、この辺りだと思うんですけども、川幅50メートルぐらいあります。まあ、深さもそこそこ。なあ、まあ、いろいろ、まあ、ダムとかがあるんですけども、ここはね、縮尺がちょっと違うんですよ。
この長さで2キロメートル。都市部のところ、都市部のところ、まあ、例えばこういうふうな、京都府の範囲だと、この距離で1キロだから倍ほど違うんですね。だから、まあ、縮小してるんですね。縮小して。小さくしてる。2分の1ほどの大きさに。で、だからまあもう、その話を続けていくと、ここのね、加古川とか、まあまあ、それも結局下流に来た時のこの辺のところに見てもらったらわかるんですが、これはね、この地震の、この今までの、これはマグニチュードで表現されてるから、位置とかも表記されてるのかな。これが、2023年12月の1日、から12月31日までの一月間の間なんですよ。びっくりすると思います、普通は。1ヶ月でこんなに地震があったのと。だからまあ、大きくてもこれぐらいの大きさだから、マグニチュード、下の方の数字だから、多分4ぐらいですね。だからマグニチュード4だと、震度、まあ深さにもよるんですけども、まあ震度3とか震度2とか震度1とか。だからまあこのあたりだと、まあ震度1、2、3とか、まあそんな程度だと思います。まあそういう別の一覧表の、表記とかも見たことありますんで、だからね、これ、まあ兵庫県でこういうふうなことを説明してるだけであって、もう各都道府県も全部同じです。河川の底を徹底的に、コンクリート化。もうほとんどのところはある程度できてるんですよ。だけども、一部、できてないところは、明らかにここ、まずいんじゃないかというような場所があるんですけども。ここはどこかな？このあたりで行く、そのあたりで行くと、しじみ川あたりのような気がするんですけどね。しじみ川と言われてもなかなかわからないかと思うんですけども、こちらの大きな地図で言いますと、まあ、このあたりがね、加古川という川がありまして、まあ、まあ、このあたりを、まあ、このあたりをこう、加古川に、こう、河川が走ってるんですけど、まあ、そのあたりかもしれませんし、まあ、このあたりってね、いろいろ河川がたくさん、流れて、加古川に合流してますんで、まあ、その、どこかだと思うんですけども、もう少し北の方だと、東条湖という、泉からの、まあ、河川なのか、ちょっと待ってくださいね。淡路島よりもこれは、東条湖ということはないですね。淡路島がこの位置ですから。淡路市。この辺りだと、まあ先ほどのしじみ川の辺りが、か、まあ別の河川というところが非常に、まあ、有力ですね。位置的に見たら、もう少し東の方だから、有馬温泉がこの辺りですからね。まあ、三田市が大体この辺りで、で、ここの辺りが宝塚市ですから、全体的に見るとこうだから。まあ、とにもかくにも河川の底、徹底的にコンクリート化です。以上です。皆さん、チャンネル登録、着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、今一時停止を押してもらってね、もう適当に、僕みたいにこういうふうに、メモ用紙とかを作って、メモしてもらって、そのチャンネル登録して、着信通知の設定を、自分で扱えるようにして、で、まあ、対応していただけたらなと思います。自分でも作ってて思うんですけども、自分のホームページ、まあ、こういう画面なんですけども、まあ、行がね、すごくたくさんあるんで、もう皆さんどこ見たらいいかなかなかわからないと思うんです。一応、目次が一番上の方にあるんですけども、
そこをね、タッチもしくはクリックしてもらって、まあ、見てもらったら各番号ごとにある程度の内容は記載してるんです。でいきなり今ぼやけてますけども、ちょっとねこの辺りとかを見ていただいて、まあ大体どの辺にあったかなと、まあ自分で何かこう番号とかそれで記録しといてもらったらいいんじゃないかなと思います。たまにちょっといろいろ移動させたりとかするときあるんですけども、まあ大体のところで、番号表記しています。まあ32番ですね。防災対策のところは。まあこういう画面です。ちょっと待ってください。そのうちピントが。ああ、いました、いました。あとは、まあ、身の回りの方に、淡井さんの動画を見といた方がいいよということを、お伝えしといていただけたらなと思います。これで、地震の発生の仕方について、河川の底を抑えるだけで、だいぶ、防災できるなと。それによって人命と、あと、エネルギーの無駄な消費っていうものが、減らせると。その両面ですね。その重要性を、ご理解していただけたらなと思います。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。